これ何でしょうか。まあ後でね。はい、どうぞ。はい、今日は、三角形のカードレベル1をしたいと思います。問いは、右の図のアーの角の大きさは何でですか。これがアーです。うん、アーを求めるにはまずこれスリッパなんですよ。スリッパみたいな形ですよね、皆さん。そうですね、スリッパに見えますね。やってみれば分かりますよね。なるほど。まあちょっと私なら和式トイレに見えますけど。僕もそう思いました。和式便所に見えました。あ、違う、変な言葉言うな。あ、ごめん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 、すまんすまんすまん。ということで、便所にしか見えないわ。ということで、そんな感じで今日は教えたいと思います。ちょっと違う、ちょっと魔法みたいな、まあやつの、ね、はい、そうです。補助線をつけますね。まず78度もここに持ってきます。まあ後では分かります。41度もこっちに持ってきます。はい、ということで、これとこれを合わせたらアーが出てきます。ということで合わせましょう。もう41+78になりますね。はい、出ました。お、じゃあなぜこんな式になるか言ってあげましょう。はい、まず線を引きます。あ、ちょっと待って。それで線を引きます。それで、うん、あ、平行の印かな、それは。はい、そうです、平行です、これは。うん、ちょっとそう思っておいてください。それでここ Z ですね。 Z ですね。あ、英語の Z ね。そうです、英語の Z です。はい、そんな感じなので、ここと、こことここが同じになる、なるのです。なるほど。だから78度はここになったっていうわけですよ。まあ、要はここは同位角と呼ばれるところですね。はい、そうです。あ、錯覚や。錯覚です。錯覚です。本当だな、錯覚と呼ばれるところですね。はい、なるほど。はい、まあ、こういうことで、この78度がこの78になっちゃうわけですね。はい、そうです。はい、続きは、なぜ41度はここにあったのかを説明します。はい、ここ線が同じ角度なので、だからそのもうここに持っていくのです。うん、だから平行なので、それで41度になるのです。こここそ同位角ですね。あ、そうですね。はい、なるほど。はい、というわけで、ここのこの答えは、はい、パパ言って、要はこの角度とこの角度を足した角度がここになっちゃうということですね。はい、この名前って、これを和式便所の法則というわけやな。はい、変な言葉使わないでください。和式トイレですよ。はい、わかりました。はい、あとスリッパです。なるほど、これでアーの角度が簡単に求められるということですね。はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。